南北戦争中の北軍第8軍団は、主として、バージニア州西部のシェナンド渓谷で活動した、軍団である。北軍第8軍団第1師団の起象第8、軍団は、シェナンド渓谷にあった、いくつかの部隊を組み合わせた中部軍管区を解消し、1862年7月12日に、組織された。初代軍団長は、ジョン・ウール少将であった。 1862年中は、ボルチモア、ハーパーズフェリー、ウィンチェスター間のボルチモアハイオ鉄道の防衛が主たる任務であった。その後、ロバート・カミング・シェンクが軍団長となり、ゲティスバーグ方面作戦の初期段階に参加した。1863年6月に、南軍ドバート・イーリー大将の北バージニア軍が、シェナンド渓谷に侵入してくると、 第8軍団のいくつかの部隊がこれを迎え撃ったが、いずれも敗北した。ロバート・ミルロイの第二師団は、1863年6月13日から15日の第二次、ウィンチェスターの戦いでリチャード・イーウェルの北バージニア軍第二軍団に敗北し、大損害を受けた。数日後に、第8軍団の他の部隊が、マルティンスバーグでの地帯作戦に加わった。 第8軍団の受けた損害は大きく、ゲティスバーグの戦いに至る、その後の作戦には参加していない。ただし、ゲティスバーグから撤退するリーの追撃戦には、ジョージ・ミードのポトマック軍に加わって参加している。1864年中の第8軍団の主たる任務は、メリーランドにおいて、ボルチモアドハイオ鉄道を防衛することに限定され、多くの部隊が、 西バージニア軍に転属となった。1864年に南軍のジュバル・アーリーがワシントン攻略を目指したが、その途中の7月9日、モノカシーの戦いで第8軍団はこれを迎え撃った。当時の軍団長はルー・オーレス少将であったが、モノカシーでのオーレスの兵力は少なく、支援に駆けつけた第6軍団が主力となって戦った。オーレスは敗北したが、 南軍の行動の遅延には成功し、ワシントン防衛のための時間稼ぎができた。アーリーの部隊がワシントンを目指す際に、南軍の騎兵部隊がメリーランド各地で攻撃を行い、ボルティモア郊外に達したが、いくつかの部隊はこれら騎兵部隊とも戦っている。第8軍団は、しばしば西バージニア軍と混同されることがあるが、これらは別の部隊である。西バージニア軍は、 シェナンドー渓谷と西バージニアで1864年中活動したが、霊下の部隊が第8軍団と重複することも混乱に輪をかけている。しかしこれら部隊は1863年には第8軍団に属していたが、1864年のバレー方面作戦時には正式に西バージニア軍に所属外となっていたものである。また西バージニア軍が実質的には、 シェナンド軍令下の軍団として機能していたことも混乱のもととなっている。ありがとうございます。